強情になってちょっと言い過ぎた。本当は途中で気づいてた。意地っ張りな自分は後になって泣くのに。素直に言えなかった声が震えそうなごめんよが恥ずかしくて先に引いたほうが負けみたいなつまんない意地を張り合っている生意気ってだけになって馬鹿だなあ。話してもいいよとは微妙なリアクションだ。ここで引き下がったら思い切ってかけた電話の意味がないぞ。昔あったギャグを持ち出して仲直りの武器にしよう。絶好ってほどのいがみ合いじゃないだろう。2、3分の一方的な会話の終わりがどうであれ、しかめっ面の君が次の日に笑えばいい。